岡県の太宰府天満宮から一足早く春を伝える梅の使節が今日官邸を訪れ、安倍総理大臣を表敬しました。梅の使節の総理表敬は1980年の大平総理の頃から続いており、今年で26回目となります。安倍総理は宮司と巫女から思いのままにという名前の紅白の梅をプレゼントされました。宮司らが連日続く国会での予算委員会に触れ、ぜひ予算も思いのままに通してくださいなどと水を向けると、安倍総理はここが我慢のしどころだが桜の咲く頃までにはなどと不肖交じりに答えていました。